納涼駐車場、観光駐車場ってなってるけど、いいのかな、氷見の方に行く人が乗っても。後から観光させてもらいますよ。なんで、いいですかね、使ってもいいかな、いいと思うって言ってくれるかな。うん。もう今の子わかんないんだろうな。さすがにもう今の子わかんないんだろうね。いいと思うってもう何年経つんだ ?10 年以上経つの?うわ。か。時代変わるよ、そりゃ。不思議で、幸いまた降りる頃になったらさすが山田さん。さすがだ。晴れてきた。すげえ、途中あんなに一瞬降ったからちょっと焦ったけど、よし、ちゃんと晴れてきた。十七県庁ってなんか横行きみたいやね。え、なんか駐車場ある。ここは何？コミュニティセンターの駐車場なんだ。なるかな？どういうの、うん、これ港に行けるかな。これで、ね、港の方に行けるのかな。先ちょっとちらっと港見ます。まあ、やっぱ港のね、港といえばね、四日市ですからね。まあ、やっぱこれはね、四日市。はいよ、一号館。え、ひー、わかりまくり、ただいま、どんなに、あ、ちょっと。待って、出たよな。これは、今のは、バカじゃまずそうな感じかな。で、これは、こっち、曲がるの？どういうこと？おじちゃん分かってないんだ。ごめんね。どういう故障なのかな。お車も出られません。あ、入るのはいいけど、一般車両進入禁止。禁止って言われた。ダメポ？あ、こっちも一般車両進入禁止？進入禁止？どういうことかな？これは、曲がって戻った方がいいのかな？こういう時ね、小回り引きますからね。あのね、日曜日とかだったらまだしもね、土平日だとね、こう動いてますし、まあ、てかね、公安関係はね、あんまどっちも、まあ、時間切れてしますからね。それでね、土日休みに合わせてね、はいっていうような感じでね、年単位のスケジュールを組まないんで。うん。ほー。四日市の港とはだいぶまだ様相が違いますね。あ、ほんと倉庫がちょろっとっとあって。オイルタンカーも精製油を持ったタンカーがやってくるかな。タンカー場があるわけですもんね。素敵な感じですね。元
まあ、まっすぐ行くか。と、まっちゅうぐり行って、まっちゅうぐり行って、色紙外はこっち曲がる。こっち曲がる。OK, oh yes. 謎の道。これで、で、さっきのところでちょっと一つ曲がったら、元に戻れる感じかな。マルシェ、高岡商工会議所。で、商工会議所がこういうところにあって、これを、そしてしたいんだとね。ワイヤーでこういうのがいいかな。ほほ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 ほはぁー、慣れてないものが、お邪魔をしております。お邪魔をしております。山にお出くださいさあ、不思議に決まるまでやってきた。これが駅で、デカローソンの寺小、大衆。これは、ここは何、駐車場なの。ここは、利用者駐車場なのかな、ではなく、これは何かな、月決め駐車場なのかな、どういうことかな。ちょっと調べてみようかな。ちょっと調べてみようかな。ここは駐車かのなのかな。ここ伏木駅なんですよね。伏木駅の案内見てみよう。はい、いいよ。君はいい。頑張った。うん、今回頑張った。大丈夫。これ、駅前は何？違うのか、横なのか。なのかな。ここから。こっちか。こっちのスペースなのかな。これですな。から観光客以外の駐車は。現金です。これまた定義難しいね。まあ私は一応沿線観光をしようとしてるんですけど、今からよし。ちゃうんだよね。これはオッケーですか？いいですか？帰ってきたら多分ちょうど晴れてると思うんで、そうしたらその暁にはちょっと沿線ちょっと回ってみようと思いますもので、ひとまずちょっと君まで寄ってもよろしいでしょうか？うん、どうでしょうか？
伏木から、氷見方面は、9時、次が56分、3だから、25分後に、ちょうど、30分後ですね。30分後に出ますよと。なるほど。ならばですね、いやー、まあ、ちょっとチェックしとこうかな。ついでにちょっと雨足の様子もチェックしようと思うんだけど、雨足の方は今チラチラと当たってるのが、これが最後の、これが最後の、一つ、雨のあれになってますね。ちょっとチラッと、この後、ちょっと雨が、足がね、やんだところでは、赤月には、ちょっと、また、ちょっと、四季の駅前も、ちょっと歩いたりとかして、ちょっと、観光しようと思いますんで、ちょっといいですかね。まあ、駐車場余裕もあるそうですし、いいですよね。いや、一応観光目的ですし、いいでしょ？ね、よろしくお願いします。